こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日はですね、母の日の切り絵図案を切っていきましょう。この図案はボリュームが多い上に、切りながら和紙を貼っていくっていう作業が入ってくるので、ちょっと難しいんですけど、一緒に作っていきましょう。それではどうぞ。さて、切り絵をやっていきましょう。今日は母の日の、母の日じゃなくてもお礼を伝えたい人とかに伝えていけるような図案ですね。やっていきます。用意するのは黒い色調節紙、おすすめです。私は薄口というものを使ってます。それにマスキングテープでペタペタと貼っていきましょう。はい、これ浮くところがないように何箇所かですね。今日はちょっとボリュームがあるので、いろいろと省きながら動画を作っていこうと思います。はい、まず刃のチェックですね。これ先が折れてないか。折れてます。これ分かりますか？折れてますね。ということで新しい刃に変えましょう。最初のねチェックは大事です。はい、これそろそろっと出して変えましょう。ではこの図案切っていきます。まず大事なのは細かいところからどんどんと切っていくことですね。はい、例えばこういう周りを切って真ん中を切るとかだと危険な状況になるので、細かいところは先に切っていきます。というわけでガンガン細かいところ切っていこうと思います。ちょっとこの図案も私修正を加えながら切っていくと思うので、ちょっと図案と違うところもあると思いますが、どんどん切っていきますよ。作ります。よいしょ。はい、こういう細かいところをね切っていきますね。最初なんかよく白いところが残っちゃうっていう方がいらっしゃるんですけど、白いところとか気にしないでいいです。後ろから見ちゃうと分かんないのでね。まずは私はモチーフからどんどん切っていきます。もちろん周りの、私空間って呼んでるんですけど、空間とかをね切ることもいいんですけど、こういうところもね、あとこういうの私は後にしちゃいますね。でこういうところは対角線上じゃ切りすぎて、対角線上で切ってってしていくのがおすすめです。これライラックなんですよ。ライラック切っていきます。はい、黒い紙と白い紙2枚貫いていきましょう。はい、もうちょっとです。はい、ライラックが切れました。こういう細かいところは、先に色付けをしようと思っているので後にします。さて次は、どうしよう。細かいところからって言っても、じゃあこういって右から左っていう感じでやっていきます。でバラは螺旋状にしていきたいので、で複雑なところは細切れにしていきましょう。ここもバラですね。バラを切っていきます。OK。 もう次はこのバラだ。はい、細かいところ
切っていきます。はい、あら、そしたらじゃあこれやっていこうと思います。これももうこのままいっちゃおうかな。この切ったところのすぐ横からやるのが大事ですね。細かいところをやったら、あとはおお、大体同じぐらいかなと思ったら、右から左へと、左から右へと方向を決めてやっていってください。で、なんでお花を先にやってるかというと、先に切り絵をしながら色をつけていこうと思っているからです。修正をするので、多分皆さんに配布したり買っていただけるようにした図案はちゃんと載っているので大丈夫だと思います。ちょっと修正しているので修正します。はい、こんな感じです。複雑な形は細切れにしていきましょう。なんか割とこれも一気に行きたくなっちゃうんですけど、難しい時は細切れにしましょう。何回かに分けて切っていきましょう。すぐ横から切りましょう。
い、ここまで切れました。引き続きやっていきます。でこういうところは全部もう本当に対角線上なんていうのこの延長線上で切って、この延長線上でこうっていう、この角もね残りやすいんですよね。なのでこう切りすぎで切っていくっていう感じです。こっちも私は方向を変えます。でこっちも切りすぎて切りすぎて、はい、ここもストライプですね。ここもストライプなので、どんどんとストライプの状態で切っていきます。ストライプは私よく切り絵教室でも言ってるんですけど、方向を決めて切りましょう。ストライプですが、ちょっとここをちょっと直していきますここ線がくっついてるんですけど、線を途切れさせようと思ったので修正しながら切っていきます。そしてここは花びらですね。で、おちょっと切れなくなってきましたね。多分なんか力がいるようになったりしたら歯が切れないってことなので、あーやっぱりそうやってると切りすぎて、黒いところはセーフでした。なので変えようと思います。やっぱ力が入ってきたりするとあれって思ったら変えましょう。最初ね、あれって思うことがね大変ですよね。あ、すごいよく切れます。はい、これでこのボタンが切れました。というわけで、じゃああとこのアジサイですね。アジサイ、この丸いところから切っていきます。半円、半円です。丸は半円、半円ですね。はい、アジサイが切れましたね。そうしたらここは、カーネーションです。カーネーションも切ってある方から切っていきます。はい、1つ切れました。もう1つはこのですね、いっぱいあるな。頑張りましょう。花びらができたらこっちからこうやって、ここはあれです、あっていくといかないようにここに刃を合わせて、そしてここのギザギザはこっちから上からこう山々と切れるように方向を変えるといいですね。はあ、変えます。全然違います。はい、ここが切れました。ここ切れましたね。じゃあ次はスズランです。スズランもちょっと細かいですけど切っていきましょう。ここはね、いや、この山
中から切るときはつなぎ目はポケットがあるなと感じてから切っていきましょう。ないとくっついちゃいますね。はい、はい、スズランも切れました。じゃあ葉っぱです。葉っぱ、取れましたね。じゃあライラックとバラの葉っぱも切っていきます。こんな感じ。バラですね。バラの葉っぱ。やっぱグリーンが入るといいですよね。はい。お花が全部抜けました。お疲れ様です。これで、あ、サンキューが残ってた。じゃあサンキューを切っていこうと思います。サンキューは気をつけてくださいね。細切れにしていきましょう。はい、これも細切れにしていきます。白いとこだって気にしないでって言ってましたが、ちょっともう本当は繊細なので、あとちっちゃいからね、ちょっと気をつけながら切っていきます。 OKOK、 やりますよ。もうちょっとです。頑張りましょう。でちょっとだけここ残すので気をつけましょう。はい、いいですね。この角がね、角というか、よかった、破れなくて。カーブ、そうそうそう、カーブ気をつけましょうね。あともうちょっと頑張りましょう。この角みたいなところ、よしよし、はい、で、一回途中で切りましょう。そして、はい、カーブ気をつけて。あと言うだけ頑張ります。このカーブが難しいので、このカーブも難しい。ここまでですね。はい、細切れにしていきます。そしたら細切れにすると、やっぱ切りやすくなりますよね。はい、切れました。サンキューもこんな感じです。 OK、 では色付けしていきながらやっていこうと思います。さて、色付けをしていきます。今何をやってるかというと、色計画を立ててます。どんな色を入れるかとかですね、なんかちょっと大人っぽい感じにしたかったので、ちょっとそんな感じで集めてみました。あのサイドがなんか同じような感じだと結構まとまるんですよね。なので、まあ例えばこういう明るい色を入れると、あれなんかちょっと違うぞ、大人っぽくないぞって感じになっちゃうので、ちょっと
優しめの大人っぽい色を集めて出てみようと思います。あ、ちょっとどうなるかはね、わかんないですけどね。こんな感じでまずはちょっとピドキ、ね、あの貼ってみるとまた印象が変わったりするのでちょっと何とも言えないんですけど、こんな感じで色計画を立ててからすると結構スムーズですね。では色付けをしながらやっていこうと思います。用意するのはトレーシングペーパー、シャーペン、糊ですね。で、糊の台紙です。さて、そしてあの色付けしようと思った和紙ですね。で、この真ん中のこの花を、この辺を使っていこうと思います。うまく使えるか不安ですがやっていきましょう。まずは色付けたい花、この花ですね。この花を、色付けたいところをシャーペンで囲っていきます。はい、うん、じゃあもうここもちょっと一気にいっちゃおうかな。はい、そして場所を確認しながら、こういうの綺麗ですよね。だからこういう動かしを使いながら切りたいんですよ。というわけでここだな、この辺。でまあ1個目は貼ってみちゃうのもいいですね。まあ、どんどん貼ってみちゃいましょう。軽くトントンと、そう、分かんなくなっちゃうので1つずつやった方がいいですでちょっとずらして、はい、そうすると、うん、こんな感じで色がついたので次の色を決めていきますなんて大変な作業、うん、しようと思います。こういうとこも使いたくてしょうがない。綺麗だなこの辺使うと思います。やっぱ中心は大事なので、色を、あ、なんか一気に行っちゃってもいいんですけど、ちょっと中心だけ色が綺麗に取れるように頑張ろうと思いました。はい。まあ様子を見ながら決めていくといいと思います。はだけ気をつけて色をつけたら、
はい、真ん中のボタンが色付けできました。ちょっと渋い色も入れてみましたが、どうなることでしょうか。というわけで次が、では次はこの紫陽花をやっていこうと思います。場所も決まったのでどんどん切っていこうと思います。ここは一気にやってしまいます。マチが割と綺麗だったので一気にやっちゃおうと思います。次はやっぱライラックこれかなっていうので、でもスズランも可愛いなくなる。ライラックを、あ、これまた赤っぽくなっちゃうのでちょっと色を変えたいですね。というわけで、あ、でもこれ可愛いですね。この色にしよう。いつもこうちょっとおとなしい、おとなしいというか大人っぽい色にしようと思うと感じますが、いいね。なんかサイド合わせていくとうまくいくと思うので、信じてやっていこうと思います。で、輪郭は最後に切っちゃうので、まあ、できたらこうちょっと近い方がいいんですけど、こういう感じでちょっとざっくり切ろうと思います。で、和紙が切れなかったら刃が弱ってるので変えてあげてください。はい、お菓子きれいにいきましたね。ここも取ります。はい、2回に分けると、お菓子も効果的になっていいですね。次はカーネーションです。いいですね。ここにしようと思います。
はい、こんな感じでできました。どうかな。では次はバラです。バラはちょっと濃い色、どうなんだろうか。このバラ、このこれ好きなんですけどね。どう出るか不安です。が、ここでですね。このバラは、ちょっとこう似た色が多いと不安、作るとき不安になってくるんですけど、まあ、まとまりがあって微妙な色が変化があるっていうのってね、奥の方でいいと思うので信じてやってみようと思います。はい、これのちょっとこういうところをスズランで使おうと思います。スズランもできました。おー、トマっぽいラインに出来上がってきてるんじゃないかな。というわけで次は緑ですね。グリーンもちょっと渋い色を集めてみましたので、渋い色で色付けしようと思います。こんな感じ、うん、いいね。トレーシングペーパーとかはこう節約しながら使ってください。黒い紙もそうなんですけど、結構私は細かいの取っといて、なんかちっちゃいの、なんか使えるところは使ったりとかね、しますから。ぼかしとか最高なんて。はい、そしてライラックはちょっと薄めがいいかな。うん、これで全部貼れました。やったー。ですので次はまたこの状態から切っていきます。内側の輪郭、そして外側の輪郭と切っていきます。で、線球は私は残そうと思います。のでそのままいきましょう。で、細かいところ切っていきましょう。
で手が疲れていてあってなりそうになると思うのであってならないために方向を安全な場所を考えながら切っていきましょう。また詳しく動画作ろうと思います。内側の輪郭が切れました。今度は外側の輪郭を切っていきます。で、外側を切るポイントは内側から外側へ、内側から外側へと切っていきます。角はこうやってね、対角線に、対角線なんて言うんだろう、延長線上で切るようにしましょう。で、困ったら細切れにしてください。確実に落としていきましょう。で、最後は簡単な方が最後です。複雑な方が最初です。はい、切れました。さてですね、まだね、ちょっとね、この図案はね、途中で色付けをしてるのでね、ちょっと困ったことが残っています。今からこれをめくっていきます。なんですけど、ここに糊で結構ちょっとついてるので、こういう状態です。あーって。だからゆっくり、外していきましょう。
のりが、まあ、そこまでつけすぎじゃなければなんとか取れると思います。ゆっくりですね。で、まあ、ちょっと残っちゃったりとかしても、後で硬いティッシュとかで、水で絞ったティッシュで絞ったらいいので、ノープロブレム、ノープ言えてないノープロブレムです。はい、取れましたね。こんな感じです。お疲れ様でした。あとはちょっと掃除をしていけば、はい、いいんではないでしょうか。完成です。色合いも落ち着いてます。いい感じ、大人っぽい。よかった、できました。いかがでしたでしょうか。ぜひ作ってみてくださいね。それでは Twitter、Instagram やってますので、ぜひフォローお願いします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。そしてファンボックスをやっております。月々500円でブログが読めたり、交流ができたり、図案が取り放題やったりするので、気になる方は覗いてみてください。こちらの図案も配布してます。そして切り絵教室をやっております。対面とオンラインです。気になる方は下の概要欄覗いてみてください。それではありがとうございました。こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。ファンボックス始めました。支援したい人は支援を、交流したい人は交流できる新しい作家との関わり方です。ブログ更新、ライブ配信、図案が無料で取り放題、その他にも楽しいことをいっぱいやっていきます。月々500円です。ぜひ支援してくれると嬉しいです。ファンボックス佐川彩乃で検索してください。